蛇の髭は、キジカ隠しカ蛇の髭属に分類される、常緑多年草の一種。竜の髭、猫玉とも言う。和明蛇の髭は、一説には、蛇の髭が添化して、蛇の髭になったと考えられている。漢名を、麦門冬というが、本草項目啓蒙では、麦門冬の別名として、ジアウガ髭を挙げていて、ここで言う、ジアウガ髭は、蛇の髭という意味であり、 脳面で老人の面である、上の面の顎ひげに、葉の形を見立てたものと推測されている。また同様に葉の形状から、蛇のひげは、別名竜のひげとも言われ、細い葉を、蛇や竜のひげに見立てたのが、名の由来とする説もある。日本での古名は、山杉の名で、奈良時代に成立した、万葉集の歌中でも読まれている。ただし、山菅は、 同じ、肘隠しか、スズラン赤のヤブランであるとする説もある。江戸時代の代表的な方言集、物類古兆では、麦門冬を、終わりで、蛇の髭と言うとする記述が見られ、本草項目啓蒙でも、大見で、蛇の髭と称すると書かれており、さらに、物品式名にも、蛇の髭の名称が挙げられている。古典の植物を探るの著者である、細見松尾や、 植物和名の語源探究の著者の不活正しによる説では、蛇のヒゲは、蛇のヒゲではないと説明している。日本では、北海道から九州まで、東アジアから、フィリピンの森林に広く分布する。丘陵地の林園や林内、山野の樹木か、野原に自生する。また、人家で栽培される。常緑の多年生草本。草丈は7から15センチメートルで、 多数の葉を創生した時に大株になる。根は多数のヒゲ根が生える。葉は地際から生え、線形で細長く、長さ10から20センチメートルほどで、幅は2から3ミリメートルぐらいになる。補服形を伸ばして増殖する。初夏に葉の間から高さ7から18センチメートルほどの家系を出し、家系の上にややまばらな創造序を形成し、紫色あるいは、 白色の小さい花を数個つける。花形の先が曲がって、花が下向きに咲き、花形は7から8ミリメートル、可比変は、楕円形、脂肪は種子を1個含む。種子は、休憩で、成熟前に、脂肪から露出し、深い青色に熟す。蛇の髭及びその園芸品種である茶ぼ流の髭は、高い浸水及び乾水への耐性があり。 根が水に浸された状況や水中などでも生存が可能である。竜のヒゲの名で庭のグランドカバーとして用いられ、よく植え込みにも用いられる。根は肥大して所々太く防水型になり、これを乾燥したものが木薬となり、麦門冬と称する。鎮害、競争などに用いる。日本薬局方に収録の木薬であり、蛇の髭の開根をコバ麦門冬。 ヤブランの開根を、大場麦門冬と言って区別することがある。麦門冬は、麦門、冬湯、清子廃などの漢方法材に使われる。5月下旬から6月に株を掘り上げて、開根部を採取して水洗いし、乾燥を早めるため、湯通しをして、天日乾燥をさせる。開根の中心を取り出したものは、良品とされる。民間では、需要競争、賃外拠炭止めかつ 利尿を目的に、麦門冬6から1 0ムを水 400cc で、とろ火で半量になるまで煎じ、暖かいうちに1日3回服用する用法が知られている。茎は、高知県などでは、食用とされ、湯がいてからさらに揚げなどと一緒に煮て食べる。よく煮ている金塩酒に、葉の長さ幅ともに2倍ほど大きい同属の大葉茶のヒゲがあるほか、花が上向きに咲き、 黒い実がなる同化ヤブラン属のヤブランがある。蛇のヒゲの特徴は、葉が細長く、花が下向きで、花後に青い種子をつけることから識別できる。尾張で称されていた、米、蛇のヒゲは、ヤブラン属のヤブランの別名とする解説もある。また、朝日新聞社館、週刊百科植物の世界百十二号では、和名は、葉の形に由来すると言われているが、蛇には、ヒゲがない。 都市、ノヒゲの語源に著者が疑問をなついていることが、伺い知られると、不活は解説している。同じジャノヒゲ科の植物のうち、ノシランはジャ蛇の髭及び、チ茶母流のヒゲに劣るものの多少の体勢を持ち、オーバージャノヒゲの体勢はそれら三つよりかなり劣るという、実験結果がある。なお、長期間乾水したジャノヒゲの根には、稲が乾水した時にできるのと同様の、養鶏部で、 光合成により酸性した酸素を根に送るための通気組織が観察されている。参考、鈴木幸次郎、井出美奈子、中村幸恵、長期間乾水した蛇の髭の根の形態的特性、芝草研究2007から2008年36巻2号、P105 から108、土井、10.11275、ターフグラス1972.36、105。ありがとうございます。